かつて、東日本旅客鉄道が、新宿駅小淵沢駅間の中央本線経由で運行していた臨時快速列車。ホリデー快速の一つである。なお、本項目ではお座敷山梨物り号など、関東地方の各県と山梨県の国中地方を結んでいる臨時快速列車群についても取り扱う。2 1 5系は、 もともと着席定員の増加を意図して導入された車両であったが、2階建て車両ゆえの好天望も利点であった。このため、山梨方面への観光列車として本列車が設定された。過去には、芝駅新宿駅間を延長して設定されたことがあるほか、山梨側で松本駅や上、諏訪駅まで延長した設定がされたこともあった。松本、 上スワエン長寺は列車名を白樺湖号に変更された。なお、使用されている車両が体幹大切構造でなく、冬季は車両故障の恐れがあるため、12月から2月までの間は運行されなかった。2020年11月29日の運行を最後に設定がなくなり、翌2021年には使用車両である215系も全車廃車となった。 主に、毎年3月から11月までの土曜、休日に一往復運行されていた。お座敷桃源号パノラマ号は、JR 東日本が、千葉駅小淵沢駅間で運行する、臨時快速列車である。2001年に運行開始し、2010年までは、桃源号パノラマ号という列車名だった。主に毎年4月第1.23週の土曜、休日に一往復運行される。 4 8 5系改造のジョイフルトレイン、花が充当される。2001年のみ1 6 5系のパノラマエクスプレスアルプスで運転された。成田山初詣山梨し号は、JR 東日本が運行する臨時快速列車、成田山初詣号のうちの一つで、成田駅小口沢駅間を運行している。ありがとうございます。